産経新聞11月3日の記事からです。加計学園の獣医学部設置審議会が改善を評価し認可へ、野党は総理の説明責任を追及。文部科学省の大学設置学校法人審議会の専門委員会は2日、政府の国家戦略特区制度を活用して愛媛県今治市に獣医学部を新設するという学校法人加計学園の計画に改善が見られると評価する意見をまとめました。今後設置審議会として新設の可否を最終判断しますが、専門委員会の意見が覆される可能性は低く、来年4月の新設は認可される見通しです。獣医学部の新設は1966年の北里大以来52年ぶりとなります。獣医学の専門家の観点からお墨付きが与えられた形ですが、選考過程が賭けありきだったのではないかという疑念は払拭できておらず、野党側は特別国会で安倍晋三総理の説明責任を厳しく追及する構えです。まあ、タイミングがタイミングだったゆえにね、選挙が終わりました。自民党は現状維持、さあ獣医学部 GO ってこれこのタイミングはどうなんだろうな。まあもちろん来年の春の開学ということをこう考えれば今しかタイミングがないって言われればそうかもしれないけど、まだまだこんなもやもやしてる中で、で先週の金曜日、佐藤勝さんがこれ文科省の忖度ですよね、そうですね、安倍政権がしばらく続くゆえの文科省の忖度じゃないかということもおっしゃってました。このニュースを聞いてですね、あ、前回はちょっとこういったことこういったことこういったことあるかな、見送ったけど今回は認可になったと。もうその間に加計学園としては大変な努力をしてですね、その基準に沿うようにものすごく頑張ったんだねと。そんだけ頑張ったんだからやっぱり認可しなきゃいけないよって思ってる国民がですね一体何人のうち一人いるかということだと思うんですね。誰が考えてもおかしいことはおかしいと言える国でなければおかしいと思うんですね。50年ぶりに認可すると、で条件が整ったと。でもあの建物がどん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 できていってる時にですね、みんなこれ認可されなかったらどうするつもりなんだよと、どんどん工事進んでんじゃないかって見てたわけですよね。と思った通りですね、やっぱり認可されるというんであればですね、これはやっぱり文科省の忖度なのか安倍さんに対する忖度なのか、いずれにしてもですね、為政者たる者がですねそういうことをしていいんだということになれば、権力を握れば人間は何でもできるんだということになってしまうじゃないですか。やっぱりあのトランプさんもきっちりとロシア疑惑に答えてないわけですよね、はい、で今回またその例 の, あの国際的記者団 の,、はい、あのスクープで南ドイツ新聞と、日本の場合ですと朝日新聞とか共同通信 NHK、はい、頑張ってますけども、今日朝日新聞はトップで書いてますけど、やっぱりトランプ政権の中でいろんな疑惑が出てきてるわけですね。それに対してきっちりトランプさん答えてない、うん、そのことがいくら党が支持されても時のトップに対する信頼が生まれてこない。日本で言えば選挙で勝ったとしてもあのトップはそういうことをしない人なんだという思いにつながらないということであればですね、やっぱり象徴的にこの加計学園の問題あるんじゃないか。それも選挙が済んだから国民に説明がついたんだということではないと思うんですね。ですよね。今あの大谷さんおっしゃった通り、現職閣僚ですよ、トランプ政権の、ロス商務長官。そうですね。もう一旦あの自分は閣僚になるんだと、政権に入るときは資産を全部整理しますっていうふうに宣言してたはずなんだけども出てきちゃったよという文書、今回パラダイス文書という、そうですね、これ日本の鳩山幸雄元首相の名前まで出てきてるという話なんですが、はい、まあ、こういうことで言うと、あのくしくも昨日ですね、石破茂衆議院議員が、はい、この日米の蜜月を見ていて、そのトランプさんっていう人がアメリカ国民に果たしてどれだけ支持を得てるか、その支持を得てる政権の、まあ、長であるんであればいいけども、非常にこう心配だっていう話をしている。一方、まあ、安倍さんはもう蜜月ガンガン言ってるわけですよね、はい、もう跳ね目がずっと続いてるわけですよね。これについて言うと、今その石破さんの発言もそうだった、それから衆議院議員選挙の時の野田聖子さん、あるいは小泉進次郎さん、はい、この3人の発言が安倍さんのやってることにはっきりこう、おかしいんじゃないのって言ってますよね。言ってますね、うん、そこは私すごく大事なことであってですね、あの安倍さんとトランプさんの関係もそうだと思うんです。もっと言えばですね、あの先お目になったイバンカさんはですね、トランプさんとしては
めちゃくちゃ可愛くてですね。で、イバンカさんのことをある程度ご存知の日本の学者とかジャーナリストも本当に彼女のことは悪く言わないんですね。簡単に言うと、あんな親父さんからよくあんな娘ができたなというぐらいですね、素晴らしい人だと言われてて、で日本の中でもそういう評価あるんですね。ところがアメリカで聞くとですね、素晴らしい娘かもしれない、だけどお父さんが女性に対して差別的な発言をすること、他の民族に対して暴言を吐くこと、これをいさめられないんであれば彼女は素晴らしい娘ではないという評価がアメリカの中にあるわけですね。すごく今回のトランプさんと安倍さんの関係見ていくといいよねと、心臓という相変わらずですね仲がいい、ハイタッチもしてですね、これが日本の首相かっていうぐらいゴルフがうまかったとかって出てますよ。でもそこはイバンカさんと一緒で、それだけ仲良くて信頼関係があるならいさめることを言えるんですかというところがですね、本当の私は日米同盟だと思うんですね。で、加計学園の話、岡山理科大学の獣医学部っていう形で正式に来年春には発足する見込みということなんですが、たまたまその獣医系の方々に話をちょっと聞く機会があって、大丈夫ですか獣医学部って言ったら、わかんねえな、当初言われていたことか変わってないのは、まずは教員ですよね、はいはい、教授准教授も含めて、おそらく、既存の獣医学部を退官された先生方がすごい声かけられてるのは聞いてる、はい、それから大学卒業して大学院に行ってちょっとしか経っていない、臨床経験があまりあるとは言えない、若い先生方も結構こう声をかけられてるみたいだよと、はい、そうなってくると真ん中がスコッとこう抜けていて、その真ん中を担保するには先生どうするんですかって聞いた、まあ、先生って言ったら獣医の先生です、金でない最終的にはっていう、将来の、担保をするっていう、将来設計もちゃんとなんとかしますよ掛けがっていうことだったら心動かされるかもしれないね。でも一番大事なその油の乗り切った中枢の年代の先生たちってどの大学だって絶対手放さないからね。そうですよね。そうなってくると本当にその臨床的なですね教育もできるのかどうなのか、質の高いですね医師を供給できるのかどうなのかというところに尽きると思うんですね。しかも獣医さんは足りないんだ足りないんだっていうのは政府の言い方だったんですけど、すごくバランスが悪いわけですよね。今都市部で言えばもう獣医さんが過当競争になってるわけですよね。そういう意味では ここに入る学生たちが一体どんな医師を目指してるのかというそのモチベーションもですね問われてくる。そこにきちんとしたですね精神的な部分も含めて教育ができるのかどうなのかっていうところがあると思うんですね。退官されたそのいわゆる老齢の先生方はそれはいいと思うよ、ただその中でそのちゃんと何コマも持てるのかなっていう話で言うと、逆にその受験生の父母保護者からするとって考え、多分入学金高いと思うけどねって話ですよね。私がものすごいうちのワンちゃんがお世話になってた獣医さんがこの間久しぶりにバッタリ飛行機で会って、で先生どうしたんですかって言ったら、いや私はもう獣医の間の過当競争が嫌になって、で福島の畜産のために大阪の自分の医院を畳んで福島であそこにいる牛や畜産のためにもう予選はそっちでやりますとおっしゃっててですね、なんか報道でお手伝いできることあったらうつまんちゃんすごく世話になりましたね言ってて、そういう獣医さんがちゃんと育つのかなっていうところが一番賭けの問題で大きいですね。できました、はいさよなら、じゃあ困っちゃうわけですからね、はい。